風の万華鏡は日本の大阪式宅天満に所在する自然の風で動く彫刻とフィスビルが一体となった建築物である。1992年株式会社ブレーンセンターのコーポレートアイデンティティを兼ねた本社ビルとして竣工。2016年現在も同社の本社ビルとして機能している。美術アーティスト新宮進が総合設計。 デザインを手掛けた建築作品としては、風の万華鏡が初めて、動く彫刻作品としては200点目。建物の道路に面した部分が螺旋階段になっており、最上階の6階まで吹き抜けとなっている。建物の1階玄関ホールには円形の池があり、その上に直径1.5メートルのステンレス製の汚面鏡が、 道路に向かって45度の角度で細いケーブルによって宙吊りに設置されている。その大面鏡には、螺旋階段の吹き抜けになっている部分に、自然の風で動く彫刻が8個、縦位置直線に設置されているため、屋上の空も含め、自然の風による動きの変化が万華鏡のようにすべて映り込むようになっている。動く彫刻は、建物内の玄関ホールにある彫刻を1個目として、 屋内の各階に5個、6階から屋外に3個という構成。彫刻は上へ行くにつれて大きくなり、1個目が直径50センチメートルで、頂上の8個目が直径5.6メートルになっている。材質は屋内の5個がカーボンファイバーのパイプとクロスを組み合わせた軽量なもので、屋外の3個がステンレス製となっている。建物にはエレベーターがないため、 働く人たちや訪問者は吹き抜けの螺旋階段を登りながら動く彫刻を眺めることになる。美術手帳では経済や効率の面から見ても特筆すべきことはエレベーターに敷地を咲く代わりに作品を設置したこと。経済的に限られた中でも芸術との二人三脚がうまく進めば人に力を与える空間が生まれうるのだ。と評している。ありがとうございます。